おい、聞いてくれよ。さやが冷てんだよ。だってよ、もうすぐ合宿じゃね？せっかくだから寝る部屋も男女一緒にしようってスーパーフレンドリーな提案をしたんだけどさ。絶対ダメだろ。マイミ、今やグローバルで男女の権利は平等だ。いや、男女という括りも愚かだ。ジェンダーという垣根を越えて LGBT という枠も取っ払え。ケンスケ君、くだらない主張に対する理屈って意外と雄弁になるのよね。ある意味天才肌かもよ。雪乃さん、褒めるポイントが良くないな。詐欺師の口先のうまさを天才肌だと褒めてるようなものだからね。ああ、的確。的確すぎてグーの音も出ないわ。おい、聞いてんのか俺の話を。聞いてねえよバーカ。マイミ姉さん、知り合って以来最高じゃなくて最悪の返しですわ。あ、ごめん、一回ケンスケに行ってみたかったの。他にも放送禁止用語的なパターンもあるんだけど、それ言うとホーラーファン減っちゃうでしょ。えへ、マイミ、くれその放送禁止用語パターン。あ、待って、今スマホに録音するから。はい、どうぞ。カモンプリーズ。この殿方には通用しませんわよ、姉さん。そうだね、気分が悪くなってきた。おい、ミュウ、こいつの暴走を止めてくれ。あ、ミュウさん、本日はお休みみたいです。あれ、そうなの。あとでメールしてみようかな。あの、それで部屋割りの方は。あ、そうでした。もちろん男女は別です。お部屋は十分ございますので。おいおい、同じ釜の牛丼食った仲じゃねえか。同じ釜の飯食ったらみんなブラザーって、昔のことわざ知らねえのかよ。だったらカウンターで隣に座ってたおじさんもブラザーってか。そこつく前にことわざに英語が混じってることを疑問に思わない？あの、おじさんがブラザーってことは、そのおばさんはシスターってことでしょうか？花子ちゃん、参加しなくていいんだよ。わかりました。それでは、浅木先輩だけ日帰りということで。ナイスアイディア。激しく同意。息なしです。つーか来るな。なんだよ、みんなして。てか、マイミ、お前最後のなんだよ。ミユの真似してみたの。あいつピンポイントでダメージを与える打ち方が上手いでしょ。私も省エネ攻撃型になりたいわ。長いラウンド辛いっす。ボクサーのセリフよね、それ。わかった。お前の言葉で目が覚めたよ。さや、非常に言いにくいんだが、男女別々の寝室、これに変更だ。できるか？最初からそうなんですけど。もうこうやってどんどん時間がなくなるんだよ。雪乃さん、レポートまとめちゃおう。みんな揃ってるかしら。カオリン、お山城先生、おはようございます。いや、俺たちに見えないだけかもしれん。よく見てみろ、そこら辺にうっすら。みんなもうすぐ合宿だけど、発表の準備はできてるかしら。わあ、渾身のギャグを華麗にする。準備はままってところですかね。あまり進んでません。みんな当日楽しみにしてるわよ。さやさん、少しうるさくなるかもしれないけれど、よろしく頼むわね。宿泊場所は離れですから、いくら騒いでも迷惑になりませんわ。楽しみだな、神城手。それでは今日は御果て町の禁足地について話しましょうか。実は雪乃さんが書いた記事でも触れていたのですが、やあ。
いらっしゃい。あれ？あれ？おう！
マジか。おはよう。あら、それじゃあね。
みんな、おはよう。あら、感心感心。遅刻や欠席はいないみたいね。楽しみすぎて、1時間前に着いてしまったくらいだ。不審者がいると、警備の者から連絡がありましたから。不審者だと？そりゃ失礼な話だな。門の前でちょっと寝袋で仮眠取ってただけだぜ。間違いなく不審者だな。変質者。ワクワク、ワクワク、やっと入れる。はい、みんな聞いて。今回、ここを合宿所としてさやさんに提供をお願いしたのには理由があるの。ここには、御果て町の歴史書を多数収めてある資料館があってね。そこを特別に利用させていただけることになったの。本来なら年に数回しか一般公開しないんですけど、まあ他でもない山城先生のご依頼でしたので。さやさん、早速そこへ案内してもらってもいいかしら。わかりました。敷地は広大なので、皆さん迷子にならないようにお気をつけくださいね。迷子になるほど広いのか。だったらちょっとでいいから土地くれねえかな。あんたが無事迷子になることを祈ってるよ。うん、あんがたよ。ん？うひょー、神城ってすっげえな。俺も初めて入るんだけど、こんな風になってたとは。おい、見ろ、あれはなんだ。うわあ、こっちもすげえぞ。見ろ、なんか泳いでる。さすが、岬一帯を占有しているだけあるわね。広大な敷地の中に日本の様式美を徹底して作り上げてるわ。遠くには海のきらめき。はあ、見ているだけで創作のインスピレーションが温泉のように湧いてくるわ。雪乃さん、そこ泉ね。温泉にする必要ないから。あら、雪乃さん、よくわかりましたね。当方温泉も所有しているもので。マジ？温泉あんの？ええ、上城ホテルで使用している源泉と同じものを組み上げてますわ。さすが上城家、金かけりゃ温泉も湧くのか。よろしければご利用いただけますので、皆さんご自由にどうぞ。温泉入りたいです。楽しみですね。ね、ね。別に。うわあ、これはなかなか荘厳な眺めね。あの岩礁まで上城家の敷地なのですよ。まあここから眺めるくらいしか使い道はありませんけど。海に浮かぶ巨大なオブジェ、贅沢です。上城ってこれだけ広いと手入れだけでも重労働だね。掃除が苦手な私にはあの別荘でも手一杯だからな。休日には著名人を呼んでここでバーベキューパーティーなど開きますの。本当ですか？ぜひ呼んでください。え、あ、まあそうですね。山田さんも機会があれば。花子、夢を持つのはいいことだ。著名人になって呼ばれるがよい。よし、みんなで記念撮影でもしようじゃねえの。みんな気をつけて、こいつにカメラを向けられたら最後、闇で生写真を売られまくるからな。マイミ、そこまで分かっているのならばなぜ協力しない。肩をもっと出すとか、男をたぶらかす露出があればさらに高値に。もう変な話してないで、みんな資料館へ移動するわよ。さすがね、こんなに資料が揃ってるなんて。けど資料館って割に人がいないんだな。誰でも入れるというわけではございませんから、皆さんは今回特別に見学の許可が出たということをお忘れなく。普段は私たち風情が入れるところじゃないってわけか。そういうわけではございませんけど、
それだけ管理が大変だということです。こんなにまあよく集めたよな。俺からしたらただのキモいコレクションにしか見えねえけど。キモいですって？アサギくん、ここにあるものはどれも歴史的に価値のあるものばかりよ。私にとっても非常に興味深いわ。そうかな。なんか趣味悪くね？失礼ですわね。あなたにはここにあるものがどれだけ価値のあるものかわからないのですわ。古きゃいいって考え自体が古いってね。だいたいさ、もっと大量にガーンってあると、まあ俺もちょっとはビビったかもしれねえけど。な、上白家が所有するものはこれだけではありませんのよ。歴史的に重要な資料は金属地の蔵に。え、金属地にも蔵があるんですか？歴史的に重要な資料がこの蔵には当時の雰囲気そのままに保管されておりますのよ。おい、完全に言い直したよな。それじゃあ午前中はここの資料館を中心に各自自由に行動していいわ。資料についてはくれぐれも傷つけないようにね。100年前の読み人事件について大概の資料はこちらに揃えてありますわ。むしろそのために作られた資料館といっても過言ではありませんから。何か気になることでも？え？それは。なんだ？今外で変な音しなかったか？ちょっと何してるんですか？ここは上城の敷地ですわよ。おっと、失礼。週刊スプリングで記者やってる東堂って言うんだけどね。ちょっと上城さやさんに聞きたいことがありましてね。週刊スプリングって、おお、今すっぱ抜きで日本を選択して早漏的なつもりでいる正義も品位もないあのお下劣週刊誌か。そのセリフ大部分は心の中で言うべきだったわね。でも許す。東堂さん、これは不法侵入です。出て行かなければ通報しますよ。おかしいな。ここの資料館は一般公開されてるって聞いたから入ってきたんですけどね。こういう大人がいるのね、未だに。同じライターの端くれとして恥ずかしいわ。さやさん、あなたが上城家を牛耳ろうとしてるって噂、これ本当なのかね。牛耳るですって？兄の身節を差し置いて次期社長としての帝王学を直々に学ばされてるそうじゃないですか。なんてことを。これ意味わかりますよね？あれ、わからないかな。もしあなたが上城堂を継ぐとしたら、それは血縁的に。いた！不法侵入までして上城を嗅ぎ回るとはいい度胸だな、東堂通。そんな仕事をしてて恥ずかしくないのか？お兄様、やっつけちゃってください。なんだ、お前の兄さん剣道強いのか？強いかですって？何を失礼な。賞だってたくさん取ってるんですから。地方大会の残念賞とか、なんかの大会の準々優勝とか。なんかいまいちじゃね？準々優勝って初めて聞いたわ。今すぐここを後にするのならば、不法侵入については不問にしてやる。ミブさん、いいんですか？ペンは剣よりも強しって言葉知ってますよね？それは正義の鉄槌に使う言葉だ。お前のようなくだらん記事を書く人間が使う言葉ではない。え？くだらん記事ってのは、例えばあんたが付き合ってたあの。俺を舐めるなよ。入り口の防犯カメラの映像を警察に引き渡して、お前の雑誌の存在意義を問う戦いをしてやってもいいのだからな。そ
その統括の仕方だけは親父さん譲りなんだな。歩いて帰る足があるうちにここを出ていけ。おう、悪霊退散。牛汁って、さや、人の不幸で飯を食ってる奴の狂言に振り回されるな。巫舞さん、ありがとうございました。いや、ねえねえ、ここテニスコートあるんでしょ。やろう、テニス。お、テニスいいわね。こう見えても運動神経には自信あるんだから。こう見えてって、ユキノッチ完全に見た目スポーティーな体型してますけどね。せっかくですので私もお付き合いいたしますわ。本気は出しませんのでご安心を。ミュウちゃんもどう？私はいい。ミュウは気が向いたらおいで。私が手取り足取り教えてあげるから。マイミ、もうちょっとエロい言い方してくれ。そうだな、ウヒヒヒとか適当に入れてもらって。ウヒヒヒ、私が手取り足取り、ウヒヒヒウヒヒヒヒ。あんたの顔にスマッシュを当ててやるから覚悟しておけよ。ウヒヒヒヒ。全然エロくねえ。ほら、花子ちゃんも行くわよ。わ、私もですか？当たり前でしょ。もしかしてテニスやったことない？ないですね。バラエティ番組で少し遊んだ程度です。え？バラエティ？あ、バングラデシュで少し。なぜそんなところでテニスを？世界中を飛び回ってるな。よくわからないけど、とにかく大丈夫。まゆみちゃんがラケットの握り方から教えてくれるから。はい、よろしくお願いします。テニスか、これはカメラを用意せねばな。お前も行くだろ。おい、人聞きの悪いこと言うな。俺は隠し撮りなどしない、堂々と隠れて撮る。ふん、それだけだ。いいのが撮れたらお前にもやるよ。さ、逃すものか、パンチラショット。運動苦手なの。それじゃ。あら、あなたはテニスやらないの？時間があるならちょっと話があるんだけど。外に出ない？あなたは人と群れるのを好まないのね。お姉さんのことで傷ついているのはわかるわ。自分を責めているのもわかる。でもそのままじゃいけない。あなた自身が変わろうとしないと。最後は自分で自分を許してあげないとね。難しいわよ。まあ言ってもわからないと思うからあまり強くは言わないけど、人間ってね、友情も愛情も手に入れると勝手なもので、それが重荷になるの。今のあなたはいろんなものを捨てようとしてる。今は捨てたいものは捨てればいいわ。過去の自分も自分の名前も捨てるだけ捨てればいい。だけどね、あなたが捨てたものたちが必要になる日がいつか必ず来る。どんなに捨てたってそれは全部あなた自身なんだから。捨てることがやり直すことじゃない。傷つくことだって意味があるの。たくさんの傷があなたになる。なんて余計なことだったらごめんね。あなたを見てると何か言いたくなっちゃうのよね。それじゃ
もうすぐ発表の時間だから、みんなに声かけてくれる？どうもありがとう。堂々として素晴らしかったわ。やるじゃないの、転校生。さすが言葉の重みが違うわね。考えさせられました。見果て町に関することなら調査するテーマは自由ということで、見果て町かわいい子多い説をここで実証したい。なかなか楽しそうな研究ね。アサギくん、その発表どのくらいかかるの？そうだな、最後に見果て町ランキングベスト10を発表するから、まあざっと3時間半だな。ロードオブなんちゃらと同じくらいだ。超大作映画を引き合いに出したな。同等のエンターテイメントというわけか。楽しみだぜ。そうかな、空き地で行われるいじめっ子のリサイタルの方がマシだと思うわよ。なかなかの力作のようね。それじゃあお楽しみは最後に回しましょう。アサギくん、続きはみんなの後でお願いね。おいおい、カオリン、他の奴らが俺の前座扱いだなんて才能見抜きすぎじゃね。わかったよ、じゃあ俺が大取りってことでみんな進めてくれ。かかったわね。予想通りちょろいもんだわ。それじゃあ最後になってしまったけど、サヤさん、お願いできるかしら。それでは、黄泉人伝説、100年に一度死者が現れ町に未曽有の災難をもたらす戦国時代に始まったとされるこの一風変わった言い伝えは、ある事件をきっかけに広く知られることとなりました。100年前の夏、実際に一人の男による大量殺人事件が起こったのです。その男はその前年に命を落とした若者でした。それが黄泉人となり町に現れ、罪なき聖者の命を大量に奪ったのです。で、神代家が黄泉人を葬ってこの町を救った。で、そんな話だろ。引くな、当事者からの自慢話ってのは。ケンスケ、お前うるさいよ。続けます。ということで、今年がその100年目。果たして黄泉人はすでにこの町にいるのでしょうか。興味深いわね。いるって思うとロマンチックだけど怖いよね。いるわけねえだろ、そんな妖怪みたいなもん。あれ、でもいないとしたら神代家が嘘ついてるってことじゃね。そうですね、100年前の事件を作ってると。あ、出過ぎた真似を。いいんですのよ、山田さん、私も信じてはいませんから。え、そうな気がしているんです。そしてこれは私の持論なのですが、人は死を解明できない、その権利がもともと我々には与えられていないのではないかと。未知なる死を畏怖して生きてこそ人生、その先がわからないからこそその先を目指す価値がある。素晴らしいわ。まあ多少重たくなってしまいましたが、神代家は黄泉人伝説を利用するのをやめるべきだと私はそう思います。神代家が守るものは今を生きる見果て町です。大昔の活躍を100年経っても自慢するような、そんな器の小さいことはやめるべきだと。伝説は時代に寄り添って変化していくもの。そうですわよね、山城先生。いい教え子を持って幸せだわ。神城の語る黄泉人伝説は今度の映画化が集大成。これからの神城堂は伝説に頼らずに
見果て町を見守る存在になれればいいと思っています。すげえ、上白戸、次期社長の決意表明をこの場で聞けるとは。以上、読み人伝説についての考察、上白さやでした。さや、立派に成長したな。まゆみ姉さん嬉しいよ。まゆみ姉さん、わしも姉さんの組に入れておくんなせい。鉄砲玉として死んでこいや。人は死を解明する権利を与えられていないか。面白い考え方だわ。今度記事に書くときに使わせてもらうわね。上白堂のコピーライトを片隅にお願いします。よっしゃあ、みんな発表終わったな。これを俺は待っていたのである。あんたのことなど誰も待っていなかったでござる。なんで花子風で返すんだよ。え、私ですか？私そんな風に言うでござるか。まさかかぶせてくるとはね。すみません、あの、今日は楽しかったです。おいおい、終わりにするんじゃねえよ。さあ、ここから俺の可愛い子大井節の。それじゃあ夕飯まで解散。やられた。起きて、起きてください。静かに、私です。起きて、こちらへ。別にがっかりされる筋合いはありませんけど、静かにしてください。みんな起きてしまいますわ。ね、やばいよ。ゾンビの話ですか？そうでしたわね。実は先ほど起きたら山田さんの姿がどこにも見当たらなくて、そう思ったのですが、私が気づいてからもう20分以上経つんです。ちょっと長くないですか？もしかしたら広くて迷っているのかもって。探すのを付き合っていただけますかしら。付き人登録されてるじゃないですか。自動登録システムなのです。書類はまとめて送付済みですので、銀行口座を記入し、記名捺印の上、空気を吸おうと外に出て戻れなくなったのではと。メガネも見当たりませんでした。そうですね、昼間。ああ、兄の剣道の話ですね。他にも最優秀残念賞とか。ああ、天名家が読み人をかくまったって。100年経って言うのもおかしな話ですわ。ただ、それだけです。天名家だとは一言も言ってないと思いますけど。私がですか？私は誰にも気を使ったりしません。ただ、ミュウさん、ああ見えて優しいんです。後輩の私に。頭もすごくいいし、尊敬してる部分もあります。ちょっと暗いけど、その人の家系を、ただの言い伝えを根拠に悪く言う必要あります？ないですよね。いい人なのに。ちょっと暗いけど。ちょっと暗いですよね。私もそう思います。あら、女の子はちょっと目を離した隙に大人になるものなのですよ。ね、なんですか、いきなり。まさか、まさか闇に乗じて私を手ごめにしようと。じゃあ何ですか。褒めて近寄ってくる人は誘拐犯か詐欺師とお父様に教えられているもので。褒めるかけなすかどっちかにしてください。リアクションに困ります。あそこ。山田さん。どうしてこんなところに。探したんですよ。
トイレはこちらでしょうか？何か探されていたような気がしたのですが。いえ、すみません。夜中に勝手に抜け出したりして、実は昼間、さやちゃんが言ってた禁足地の蔵の話が気になってしまって。禁足地に入ろうとしてたんですか、こんな夜中に？さやちゃん、お願いです、その場所に、蔵に連れて行ってください。この通りです。そう言われましても、どうしてそんなに蔵に行きたいのですか？それは、いや、言えない、ダメ。でも、さやちゃんなら。あ、さやちゃんは、その、分かってくれるかもしれないから。なんでしょう、この感じ。前からの知り合いのような、なんとかしてあげたいような。ぐっ。どんな事情か分かりませんが、蔵が本当にあるのかどうか、私も知らないんです。え？本当なんです。ごめんなさい。さやちゃんが謝ることないです。悪いのは私ですから。あの、私戻って寝ます。すみませんでした、こんな夜中に。遠い遠い記憶なんですけど、小さい頃森に迷い込んだことがあって、帰り道が分からなくなって、泣きそうになって、日が暮れそうになった時でした。私、見たんです。岩肌の中に埋もれるようにして立つ大きな蔵を。私が小さかったからそう見えただけかもしれない。今となっては分からないけど、扉は簡単に開いて、そこには古くからの様々な書物が所狭しと置かれてました。その後のことはあまりよく覚えてなくて、誰に聞いてもそんなことはなかったと、私が見つけた蔵の存在すら。だとしたら、私のこの脳裏に残る映像は何？夢で見たとでも言うの？また行ってみたいと何度か森に行きました。だけどもう二度とその蔵にたどり着くことはできませんでした。あ、今あくびしました。人が真剣な話してる時にあくびしましたわね。もういいです、戻ります。怒ってなんていません。いいからスマホ出してください。リング開いて。立ち上げたら貸して。ここをこう、こう、こう、シャカシャカシャカ。はい、開始します。私のリング登録しておきましたから、今後付き人の依頼はこちらに送りますので。戻りますよ。どうした？お前眠そうだな。花子、あんたも顔色悪くない？そんなことないです、ちょっと寝不足で。お二人ともお布団が高級すぎてお肌に泡、はあ、なかったんじゃないかしら。お前今途中であくびしたろ。してません。そういうさやが一番眠そうに見えるが、高級なお布団がお肌に合わなかったのか？失礼な。そもそもなんで浅木先輩はそんなに元気なんですか？元気で怒られるのは生まれて初めてだ。ちなみに俺の特技はどこでもいつでも3秒で寝れることだからな。それ知ってる。ドラえ…なんだっけ。それはロボットの方です。3秒で寝ちゃうのはそのロボットが住んでる家の男の子で。とにかくケンスケ君のいびきがすごくて寝つきが悪かったです。以上。ユキノッチ、どうして俺がいびきをかいていたことを知っている？さては、俺を愛おしむあまり真夜中に呼ばいをかけに来ていたのでは？あんたのいびき、2階の女子部屋まで聞こえてたからな。